じゃあオープニングですね。あ、マイク聞こえます？はい、聞こえます？大丈夫ですか？大丈夫ですか？聞こえます？はい、聞こえます。じゃあ今日は、上野アリエスで、私は早乙女和観という三味線を、どんな三味線を弾くかというのを、弾いていただければね、どんな三味線が、弾いてるかっていうのを、聞いていただければと思います。今日は、まず1曲目は、即興で、お届けしたいと思います。もう1年あっという間で、今日も11月の終わりにですね、ほとんど22日というともうあと、1週間ちょっとで師走に入ります。本当幸運屋のことですね。ものすごく、時間の流れが早くなってるって感じられてる方多いと思います。もう皆さん特にそうだと思うんですね。すごくスピードが速くなってる、一つのこれ現象的な状態だと言われてるんですね。そんな形で、では、コインヤのごとし、時間ですね、時間っていうもののイメージをして、即興演奏を始めていきます。
イメージとしては、まあ、あの人間の命っていうかですね、まあ、生まれて、まあ、成長して、まあ、老いて亡くなっていくっていう人形態ですね、まあ、命って全部全体そうです。まあそのじゃあ死んでその、消えていくかっていうと、まあ私の考え方としては、まあ、こう無限にこう伸び縮んでねまたこう再生していくっていう、まあ、無限のものなんですね我々存在っていうのは。そんなイメージを今歌いまして、まあ、無限のこう存在なんだな。だから時間っていうのも実際は本当はないんですね、うん、幻想なんですね。本当は、合ってないものなんですね。だからもう本当に、もう無限にこう伸び縮みしてるっていうか、まあ、生まれてる、まあ、死んで生まれて生まれてみたいな、そんなイメージですよね。すごいエネルギーでした。早乙女和観さんです。ね、早乙女さんはあのやっぱりお家が結構 お三味線やってるお家なんですね。あ、そうですね。あのうちの、まあ、うちのお母ちゃんがね、母親が、まあ、もう亡くなりましたけど三味線弾きだったんで、まあ、あの女で、まあね、プロでしたからね。うちのおふくろはもうあの芸者に教えたぐらいですから三味線弾きで、もう、長唄から小唄、羽唄、俗曲、まあ、細沢のジャンルは全部やってる。日本舞踊もやりました。芸者みたいな人ですよね、一種ね。芸者ではなかったんですけど、まあ、本当芸達者だったんですね。あの、永楽さんも羽唄、小唄やってるんですよね。やってます。で、まあ、その影響を受けたんですけどね。自分はどっちかっていうと、まあ、長唄をね、ずっとやってきたんですけど、やっぱり、子供の時からこうフリーなね、ことがやりたくて、まあ、今みたいな感じでやってるんですけどね、こういう即興で、あの自由に。思ったことをね、まあキャンパスですよね、うん、こう 音をこう空間にこう埋めていくようなキャンパスみたいな、絵みたいなもんですね、音楽ってね。だから、まあ、現代美術みたいなもんですよ、ね、うん、現代美術みたいな音楽をやってるんですけど、なかなかそういう人ってあんまりいないですよね。なかなか分かってもらえないんですけど、まあ、ね、自分で好きでやってるんでね、あのいいかな。だ現代美術家の方とはよくあのアクションペインティングでよくあのやるんですよ。あのこの間はスウェーデンまで行って、あの中島義雄さんという方なんですけどね、1960年代から、まあ、約50年近くあのスウェーデンにいた美術家がいるんですけど、もう日本に帰ってきたんです。その方のアクションペイントで共演したり。ヨーロッパ恋はその話だったんですね。そうです。あの現代美術と の共演ですね、うん、あのなかなか和楽器っていうのはあの難しいんですよ、うん、あの一つの枠から出ていく形がとても難しい。で朗読がね、和観さんと私のあれが良かったってこれ即興ですよね。本当に丸々本当にリハーサルもできなくて、でもなかなか楽しかったですよね。まあ、ありがとうございます。